もご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アウトドアファミリーのゆかりんとももさんです。はい、ということで今回はですね、はい、カルディに行ってまいりました、はい、それでですね、カルディに行ってすごい前から好きだったものを偶然見つけたので、はい、そちらをご紹介したいと思います。はい、今までインターネットでしか売ってないと思っていたものなんですけれども、はい、それがこちらです。 GS ブラックティーです。こちら GS ブラックティーなんですけれども、濃厚な濃い紅茶みたいな感じですね、はい、今回はこちらの赤い加糖タイプを購入していきました。はい、加糖タイプ結構甘めなんですけど、あの割り方によってさっぱり飲めたり濃厚な感じで飲めたりして美味しいので、これからちょっと作ってみたいと思います。はい、分量がね、書いてあるんだよね。ああ、そうなんだ。そうこちらに書いてあるんですけど、ブラックティーっていうことで5倍濃縮、うん、大変お得って書いてあります。ロイヤルミルクティーにしたり、スパークリングティー、普通のアイスティー、あとお酒にね混ぜても美味しいみたいです。お酒にね混ぜても美味しいんだよこれ。あ、本当、うん、はい、それでは今回はお酒じゃなくて普通のソフトドリンクとして作っていきます。はいはい、今回3種類作っていきたいと思います。濃厚ミルクティーと炭酸水で割ったティーソーダ、そして普通のアイスティー、この3種類を作っていきたいと思います。はい、こちらをまず先に開けていきます。はい、久しぶりだね。久しぶりだね、本当に ね。今回使うのはこちらの牛乳、これでミルクティーを作っていきます。はい、こちらの炭酸水ですね、これで紅茶のソーダ、ティーソーダを作ります。こちら定番のイロハスですね。こちらを使って普通のアイスティーを作っていきたいと思います。5倍濃縮ってことは5倍ぐらいに薄めるんだけど、まあ適当に入れすぎたかな。久しぶりに作るかも。あ、美味しい。美味しい。そのまま飲めちゃう。うん、で、あ、いい匂い、いい匂いだね、すごい、うん、紅茶のいい香りがします。紅茶大好き。そしたら普通に割ってもいいんですけど、今回ちょっと綺麗にねしてみたいと思うので、先に氷を入れます。お、普通に入れちゃっていいね。普通に入れちゃっていい、うん、まずはこちらのお水で割っていきます。こんな感じでね、氷を先に入れて、うん、後からお水を入れると綺麗なグレードイチョウにね、おー、すごいね、なります。いい感じだね、うん、はい、これは水割りです。はい、水は水色って感じなので、はい、ストローを刺しておきましょう。はい、はい、レモンを飾りとして入れる、こんな感じだね、うん、はい、これで1個目出来上がりです。はい、そしたらじゃあ次炭酸水でティーソーダを作ります。はい、シュワ、でもさっぱり飲みたいのでレモンを入れます。最後にこちら牛乳で割ります。はい、お、はい、ということで、ね、こんな感じで簡単に割れば飲めるっていうブラックティーでございますね。それでは出来上がったので飲みたいと思います。まずはですね、じゃあお水からいきましょうか。お水で割った普通の紅茶からいきます。ちょっとレモンを絞って、いい、こんな感じの透き通った色になりました。はい、それではどうぞ。あ、行っていいんですか。どうぞどうぞ。すいませんね、はい、いただきます。おいしい、おいしい、おいしい、うん、おいしい、本当においしい。あ、おいしいね、久しぶり、久しぶりに飲んだね、本当においしいね、うん、あ、おいしい ね。あ、さっぱりしてる、ね、あの加糖なんだけど、うん、
そこまで、まあ、甘いんだけど、うん、お水で飲まるからさっぱりして飲める ね、うん、そうだね。もう夏なんかも最高だね。最高、うん、もうこれいいね。もう暑くなってきたからね、いい感じですね、うん、これめっちゃ美味しいですね。だから、ね、このブラックティーが美味しいから ねもうこれキャップで持ってきたいね。そう、朝とかちょっと ねお水で割って飲めるからね。本当だね、美味しいんですよ、ね、炭酸うわこれ炭酸で気をつけなきゃいけないところは、混ぜすぎると炭酸が抜けるっていうところなんですよね。だけどウィルキンソンの炭酸水って結構炭酸が強めだから大丈夫かな、うん、どうぞ。はい、いただきます。どうぞ。嬉しいな、紅茶のもうオンパレード、オンパレードだよね大好きだから ねうん、美味しい。美味しい。本当。うん。美味しい。ねえ、またお水とはね、また違った。うん。お水とは違ったね。違った感じ。うん、お水でもさっぱりするんだけど、うん、炭酸水で飲んだ方がもっとさっぱりします。ねえ、本当にシュワシュワってさっぱりですね。うん。いい感じですね。うん、これも美味しい。で最後ミルクティー混ぜます。はい、これゆかりん個人的なおすすめなんですけど、うん、ミルクティーはこのブラックティー多めにして飲んだ方が美味しいです。そうなんだ、うん、ミルクティーは飲んだことない。超美味しいよこれ。本当、目玉が飛び出る方が美味しいよなに？なに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 ？ふんってなに？美味しい。あれ結構牛乳ですねあれ、おかしいな、もっとブラックティーだちょっとケチったようですねゆかり。これね、うん、多めじゃないとね結構牛乳になってしまってミルクティーにはならないんですよ。牛乳入れすぎたかな。どう？うん、どう？あ、うん、このくらいで紹介。紅茶の香りがね、ちょっとね少なかったみたいで、はい、ケチらないことだねミルクティーは本当に多めがおすすめです、ね、うん、美味しい。どれもめっちゃ美味しいね、うん、濃厚だよね、すっごい美味しいよね、うん、止まっちゃったね何飲もうかなと思って、うん、本当に美味しいよね。はい、ということでですね、こちら3種類飲み比べてみました。こちらのね、GS ブラックティーあるだけでいろんな楽しみ方ができます。今回ソフトドリンクだけで作ったんですけれども、先ほども言ったようにお酒に入れても美味しい。で、夏場になったらかき氷のシロップ代わりにして食べてもすごい美味しいの。わー、やってみたい。ね、紅茶の香りがしてすごい美味しいです、はい、こちらね、ちなみにカルディで540円で購入してきました。他にもね、いろいろ種類が 2個ぐらいあったんですけれども、今回こちらをご紹介いたしました、はい、本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て飲んでみたいなと思っていただけた方はぜひグッドボタンで応援とチャンネル登録お願いします。お願いします。アウトドアファミリーインスタとツイッターやっております。下の概要欄から飛べますのでフォローお待ちしております。お待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい、オッケー。どれ美味しい？めっちゃ美味しいよねどれ美味しい？どれも美味しいね。夏暑い時のキャンプ場で飲みたいね、このさっぱり系。わかる、美味しいんだよ、うん、これ本当に美味しい。なんかすっごい久しぶりに飲んだね。久しぶりに飲んだね、うん、今までねネットでしか買えてなかったしね、うん、あのいつも頼む時ねこれワンケース買うんだよゆかりそうだよね。そう、ワンケースでなんか6本、うん、とか入ってるのかな、うんうんうん、ひどい時12本ぐらい頼んだことあるけど一気に買うんだけど。そう、うちいっぱいあった時あったよね。あった、もうハマった時ね、うん、ゆかりんが本当に好きだった時はもう。そう、ゆかりんハマるとすごいよね、箱買いするよね。Yes. なんかツナとかも好きでツナ箱買いしたもん。そう、24個あのね、ハマるとね全部箱買いする習性があるよ ね、うん、ね。だって毎日おにぎりがツナじゃなきゃダメだったからね。ツナ好きなんだよね。ね、本当にツナ、ツナマヨね、うん、ツナマヨ大好きね、大好きだったよね、うんうん。うん、美味しい、うん、美味しいね、うん
苦手かも。本当美味しい味だけど。いいとこで飲んだ時びっくりした。ギリギリで。分量間違えた。やばいよこれ。ゆかりなんか違うと思って。違う、もっとなんだよ。もっとブラックティー入れるの多分。うん、で牛乳少なくするの、そうするとめっちゃ濃厚なの。あ、そうなんだ。でドロドロみたいな感じなんだよね、だけど氷入れちゃったから、うん、今回氷なしなんだ。そうそうそう、チョコちゃんチョコちゃんチョコちゃんバイバイって、バイバイ、尻尾で尻尾でご挨拶、バイバイ。